おはようございます。本日はろうそくが2本灯っておりますけれども、太閤節アドベント第2主日礼拝になります。前奏をもって心を整え、主を待ち望みましょう。礼拝への招きの言葉、本日は詩編第100編をお読みいたします。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い主に仕え、喜び祝って歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝を歌って主の門に進み、賛美を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ皆を讃えよ。主は恵み深く、慈しみは常しえに。主の真実は世々に及ぶ。お差し障りのある方はそのままで結構です。お立ちいただきまして、新聖歌68番を賛美いたしましょう。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の裏に印刷されております。主の祈り。天にいたします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなれば。アーメン。おかけください。続きましてご一緒に新聖歌70番を賛美いたしましょう。本日は購読文8番新聖歌、後ろの方の936ページ、になります。詩編第24編新聖歌936ページでございます。司会者が細い字を、皆様太い字の方を交互にお読みください。地とそこに満つるもの、世界とそこに住むものは主のもの。主は大海の上に地の上を置き、潮の流れの上に世界を築かれた。どの
のような人が主の山に登り聖女に立つことができるのか。それは潔白な手と清い心を持つ人、虚しい者に魂を奪われることなく、欺く者によって誓うことをしない人。主はそのような人を祝福し、救いの神は恵みをお与えになる。それは主を求める人。ヤコブの神よ、御顔を尋ね求める人よ。縄文よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。強く王しる主、王主たたわれる主。縄文よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。続きまして本日の祈祷を梶原兄弟にお願いいたします。ください。続きまして、使徒信条をもって信号告白をいたします。使徒信条も修法の裏に印刷されています。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生きる者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、殺しへの命を信ず。アーメン。そのままで続いて賛美をいたしましょう。新聖歌72番になります。72番を賛美いたしましょう。Oh, no.
ください。本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はマタイの福音書第1章18節から25節、新約聖書の1ページ目になります。マタイの福音書第1章18節から25節、新約聖書の1ページ目になります。イエス・キリストの誕生。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。本日の説教は、男心を覗いてみませんかと題して、江上先生に御言葉を取り継いでいただきます。皆さん、おはようございます。お祈りいたします。どうぞ黙祷の姿勢を取りください。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名をあがめます。一週間の間もイエス様が共におられて、私たちの生活の細々とした一つ一つの具体的の中に介入してくださって、共に歩んでくださって、この一週間もお守りくださってありがとうございます。イエス様がよみがえられたことを記念する日曜日の朝、今日は第二礼拝として、愛する兄弟姉妹と心を込めて心を一つにし、心から私たちの救い主なるイエス様、あなたを褒めたたえ賛美できますことをありがとうございます。目には見えませんけども、確かに生きておられ、今日もこのところにおられ、この礼拝を司り、あなたご自身の権威を持ってこの礼拝を始めから終わりまで豊かに導いてくださることを信じて感謝いたします。今一人一人に直接あなたご自身が見て触れて、あなたを恵みで満たし祝福してください。肩のもの弱き者、小さき者ですから、イエス・キリスト様の恵みの十字架の陰にこのものを隠してくださって、聖霊なる神様が生ける神の御言葉を通して一人一人に神の御言葉を語りくださるように、聞くお一人お一人も信仰が与えられ、霊の目が開かれて、その御言葉を受け取り、その御言葉に立って、この一週間も力強く歩ませてください。いろんな事情、弱さ、お仕事、そのためにこのところに直接おいでになる方々を覚えます。今それぞれその場その場で主を見上げ、その場その場を礼拝の場所とさせてくださって、主が祝福してください。一切を御手に委ねます。あなたにのみ期待し、この祈りを尊き主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アドベントの第二シリーズになりました。ろうそくに2本火が灯りました、ね、あと半分でクリスマスを迎えますけれども、1週間が早いなってそのように思います。こうして皆さんと一緒に今日も礼拝ができることを本当に主に感謝したいと思います。昨日は恒例の駅前キャロルが行われました。皆さんのお祈りに感謝いたします。今年は昨年より聖火隊の方たちの人数がですね、ちょっと少なかったようですね。けれどもその内容は、少なかったけれども、素晴らしかったなって、思います。東急に買い物に来ていらっしゃる方たちがこう出てくるわけですけどもね、聖歌隊が歌ってるので必ずほとんどの人が足を止めて振り返って、ああっていうふうにですね言っておられたので、すごいいい証ができたんだろうなってそのように思います。45分間の出演のために飯塚兄弟を指導者として、聖歌隊や奏楽者の方やいろんな方たちがですね、本当に練習をなさった、時間を捧げてこられた、労してこられた、心を捧げてこられた、そのことに上にあのような素晴らしいですね、駅前、キャロルができたんだろうと思います。小田先生がメッセージでしたけども、先生の姿が見えなかった
どこで話してんのみたいな、私が話すときは台の上登りますのでやっぱり顔を見ないと誰が話してんのかな。だからチラパッと帰っていく人がいらっしゃってちょっと残念だなっていうふうに思いました。内容はかなり小田先生としたら、まあ、私に近い話をしておられたみたいなね、仮面ライダーや怪獣やなんかそんな話、そういうあんま聞けなかったんですよ。後ろにいたらほとんどねそういうお話をしておられたので、すごい努力しておられたのでちょっと聞けられなかったから残念だなっていうふうに思いました。私と家内はですね、その駅前キャロルの前に藤沢ナザレン教会で行われたハンドベルのコンサートに行ってきました。藤沢教会はハンドベルのチームが3つありましてですね、すごい素晴らしいこう、まあ、コンサートなんかなさっているんですが、一度行きたいと思いながらもなかなか行けなくても決心して行ってきました。本当に素晴らしい演奏でした。いつかここでもしていただけたらいいかなってそのように思いました。けれどもあれはですね、目を閉じてるとすごいいいんですけど、目を開けてると忙しい。もうあれ大きいのやつ大変ですけど、もうこう一人でも何十個みたいなのやっておられてですね、でこういうやつも出てくるんですよ。こういうやつと私知らないんですよ。で鳴らすだけじゃなくてですね、中のをポーンと弾いたりですよ、上からポーン叩いたり、もういろんな形があってですね、すごい音のね、本当素晴らしい。ぜひそういう時もね持つことができた、まあ、そういう演奏の後に聖歌隊聞いたのでまたそれが良かったっていうね、それぞれの教会がそれぞれの独自の、まあ、教会のスタイルや与えられた賜物を通じてですね、クリスマスが行っていると思うんですね。まあ、アバダイ教会アバダイらしいカラーを出してですね、これからクリスマスの初集会を行っていくことができたらと思っています。祈ってくださり、参加してくださり、用意くださった皆さんに心から感謝しています。今日の説教題は男心を覗いてみませんか、ちょっと興味そそぐ内容だと思うんですね。昨年私は今も膝痛いんですが、昨年の今頃はもう病院のはしごをしておりました。もうあちらがいいと思えばあちらに行き、こちらがいいと思えばこちらに行きって、病院ってはですね、ある病院にですね、男心を覗いてみませんかって貼ってあったんです。病院ですよ、いかがわしい店じゃないですよ。と思った時にもうピーンとこうヨセフのことが頭に浮かんだんですね。ヨセフがいろいろ悩むじゃないですかそのヨセフの心をこう神様がこう見ておられるし、私たちも知りたいななんて思ったら、これ来年のクリスマスヨセフの時にちゃんとノートにつけてですね、1年間温めてまいりましたやっと今日その説教台でですねお話をさせていただけるんですけれども、先週の火曜日にあるセミナーに参加しましたらですね、いろんな教会の方たちが集まってきてですね、ある方が私がいろんな変わった説教台をつけているということを知っていてくださってね、でその方の教会では絶対絶対にそんな説教台はありえないそして、私が聖書以外のことを話していますけど、それもありえない。もうただ聖書を順番に語る、でもそれはそれでとても大切なことだと思います。私はできるだけ新しい人たちのっていうようなこともちょっと心にかけているので、説教台も先日年齢が割と高いご夫妻がですね、やっぱり今日から前までやってきてですよ、男心を覗いてみませんか、お面白い説教だよね、聞いてみて、今日残念ながら来てないんですけどそう思ってくださっただけで嬉しい。教会の中でしていることと自分たちと関係ありませんよじゃなくて、同じなんですよって、聖書は神様は皆さんのところまで降りてきた、同じ全然違うことをやっていませんよっていうことをちょっと知っていただきたいなって思いながらですね、つけさせていただいたんです。でそのセミナーでですね、新しい形が初めて来た時にどう感じるのかっていうことをいろいろ教えていただいて、牧師も名札をつけろって、みんな知ってるだろうって、そんな顔してるやろって、そうじゃない、初めて来た人は誰が牧師かわからんって、だからちゃんと名札をつけてね、誰それってで私今日つけてるんです。皆さんつけてます？阿波台教会は名札をつけましょうってだいぶ前にお願いしたらもう半分もつけてないですね。もうがっかりですよ。もう牧師やめなかんの違うと思うぐらい、これはショックですよ。
私たちの教会はやっぱりあの新しい人たちはいつもカモン迎えていますよという印がこれなんです。来るのは人は新しい人来なくていいって言ってるのと同じぐらいの意味があるってぜひ覚えてくださって、ない人はないって言ってくださったらすぐ作ってくれますので、ぜひあの名札をつけていただけたらいいかなって、どうしても嫌な人はつけなくていいと思いますけど、そういう意味でつけているということを覚えてくださったらいいかなって思います。まあ、初めての人や新しい人のためのいろんなことを考えているので、いつも来ている人や長年来ている人を無視しているということではありません。新しい人に心を込めるということはずっと来ている人にもっと心をかけるという意味であるということですね。覚えていただけたらいいかなと思います。今日は今読んでいただいたマタイによる福音書一章を通して男心を覗いてみませんかという題でお話したいと思います。もう毎年この箇所は開いてますよね、だから同じ箇所からメッセージするのは難しい。だから毎年やめようと思うんですけど、やっぱりヨセフさんのためにヨセフさんはここしか出てこないので開かせていただきました。皆さんと一緒にまず一章の23節というところをご一緒にお読みしましょう。23節、はい。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、この名は神は我々と共におられるという意味である。マタイによる福音書の一番最初、マタイはインマヌエルと呼ばれる神様、共におられる神様というものをまず紹介しています。そしてマタイによる福音書の一番最初の最後の28章の20節、最後の言葉です。それは私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるで終わっています。まさにインマヌエルの神様。マタイによる福音書は共におられるインマヌエルの神で始まり、共におられるインマヌエルの神で終わる。マタイはそのことを強調しているんですね。インマヌエルの神様がいつも私たちと共にいるということです。神様はヨセフと共におられましたけれども、ヨセフは婚約しているマリアが妊娠したという、これはもうスキャンダルというか、もう大変なことで大変な苦痛を経験するわけですね。マリアの宿している子は聖霊によるということは後で言われますけど、知りませんでした。身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、共におられる神様、そう言われるけれども、共におられたのにヨセフはここで苦しい経験を強いられるということです。神様が共におられるということは大変恵みです、祝福です。けれども神様が共におられるということは問題がないとかいいことばかりを意味するのではありません。神様が共におられるから全てのことがハッピーです。神様が共におられると病気をしません。神様が共におられると問題はありませんということを聖書は語っていません。神様が共におられるけども苦しみを経験することがあります。神様は確かに共にいるんだけれども痛みを経験することがあります。神様は確かに共におられるけれども嘆くことがあります。ヨセフは身の自分の預かり知らないところでマリアの妊娠が発覚し、婚約者としてのヨセフは、男としてと言ったらいいでしょうか、顔に泥を塗られたとかメンツが立たないとか裏切られたとか、そういう思いがあったでしょう。ヨセフの仕事は大工でした。ある説教を見るとですね、ヨセフは家を作るのにもう2年間ぐらいもう仕事行ったら帰ってこなかったというようなこともあったんじゃないかみたいなことが書いてあったんですね。ですから自分はもう2年間も帰ってこないとか、ずっといないとか、そういうようなことがあったので今回のこんなことが起こったのかもしれないというようなこともね、考えたのかもしれないわけです。この当時のマリアは14歳から15歳ぐらいであったろうと言われています。12歳ぐらいっていう、こうそういう解釈もないわけではないんです。とても若いです。じゃあヨセフはいくつぐらいだったろうかって言って、年齢はわからないんですけれども、マリアに求婚した当時老齢に近い年齢と言われている。老齢って何歳？最近の老齢はやっぱり70、80、90になるんでしょ。当時はそうじゃないぞ。40、すいません40歳の皆さん35半老齢ですって、この時代にいるのね。マリアのお父さんの友達ぐらいだったかって言われる、そういう内容もあるんです。ですから随分年齢が違うかと。
まあ、格差というんでしょうかね、そういうものがあったんですね。まあ、当時はそのような年齢の間で結婚があったんじゃないかって思うんですね。そのようなこう違い、このような年齢の高いヨセフと若いマリアでした。まあ、ヨセフはね、そういうマリアが妊娠したということを聞いて、まあ、若気の至りで癇癪を起こすとか問題を起こすとか、もうそういうことではなくて、それなりの老齢と言われていた人ですから、人生の経験もあったでしょうから、このことを深く考えたんですね。聖書にはね、夫ヨセフは正しい人であったと書いてあります。マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。いろいろ悩んだ、ね、本当にこう自分一人で悩んだ。そして縁を切ろうとした。ヨセフはそのマリアの妊娠という事実の前に、マリアの不貞というものを思ったんです。自分は関係してないんですから、当然妊娠したというんですから、それはマリアが不貞をしたということしか考えられない、ね、そこにはでも自分がマリアを構ってあげられないということや、留守がちな状況を理解したかもしれませんね。本来ならばマリアのその結果、妊娠したということは石打ちの刑イコールそうです。でもヨセフはマリアを大切に思っていたので、離縁して静かに去らせようと精一杯の愛情を示そうとしたんですね。聖書はヨセフのことを一言、正しい人でしか表現してないんです。正しい人、まあ、それは真面目な人とも言えるでしょうし、まあ、律法を忠実に守ろうと努力した人であったと思います。まあ、ヨセフはまあ年齢が違いますから、若い奥さんをもらえるということで喜んだでしょうね。ねって皆さんに聞いても仕方ないんですけど、なんか男性はそうみたいですよ。やっぱ若い方が、男はすぐ若い方がって女の人に言われちゃうんですけど、もうそういうふうに作られてんじゃないですかね。もう神様のせいにしちゃいかんですけど、やっぱり若い人の方に行くみたいなのがあるような気がしますね。まあ年齢が高いと話が合わないっていうこともね、確かにあると思いますけれども、ヨセフはある程度の年齢だし、正しい人だし、常識もある。やっぱり罪は罪、罰せられなきゃならないとも考える。しかし自分が妻にと考えたマリア、そこには愛情があり、彼女の行く末を考えるとひどいこともできない。もういろいろあっち行ったりこっち行ったり、彼の心は揺さぶられたはずです。まあ、日本では、まあ、以前はですね、小さい時から男の子はもう泣かない、メソメソしないとよく言われたものです。ですから男性諸君というか男の子はもう我慢を強いられてきた、男の子がこけて永遠って泣くと、男の子なんだからメソメソしちゃいけません、意味わかりません、なんで男の子だから泣いちゃいかんの、女の子泣いたらああねーって優しいからねって、どう意味わからん。まあ、でもそういうふうに言われて男の人たちはやっぱりね、育てられてくるんですよ。まあ、あの遊園地皆さん行ったことがあると思うんですけども、男性はあんまり過激な乗り物には乗りたくないようです。なぜかというとジェットコースターは、怖いから。で女の人はキャーって言える、でキャーって言うから発散する、それでチョン。男は言えないから我慢するわけですよ。これ力を入れるとダメなんです、ジェットコースター。私いろんなジェットコースター見て試して発見した、力を抜くんです、すると大丈夫。でも力抜けないんです、怖いから、ね。だから男の人はね、あんな女子供が乗るもんじゃいって大口を叩くんで怖いんですよ。怖いから乗らないって言えばいいのに言えない、それはまた男なんですね。微妙なところがあるなと思う。男性はプライドがあるので、まあ、そんなくだらないものは乗らないって言うんですけど、ただ怖いだけです。それを理解していただきたいと思いますけれども、まあ、ヨセフはある程度甘いも酸っぱいも経験してきた人物でしょう。マリアの妊娠という思いがけない状況に、まあ、その心は確かに揺れたかもしれない。マリアを愛するがゆえに憎いと思ったかもしれないけど、あんまり表に出さなかったかな。かなり年齢高いしね、泣けないでしょ、悲しいけど。
まあ、斧に当たるっていうこともきっとしないでしょう。ある程度の年齢があるし、そういうことがあったと思うんですね。ですからヨセフはもうじっと我慢し、じっと考え、そしてマリアを誰にもわからないように離縁して去らせるというね、そういうことを決心しました。それがただ一つのヨセフのマリアに対する愛情だったと思います。まあですからあまり上手に愛を表現できないっていうことでしょう。まあ、男性は、まあ、特に日本の男性は愛を表現できない、ね、アメリカヨーロッパの男性は違うでしょ。誕生日なんか絶対忘れないでしょ。結婚記念日絶対忘れないでしょ。日本の男性忘れますよ。いつやったみたいな、あ過ぎたみたいな、1年過ぎても何も言わないみたいな、そういうこともあったりする。それはやっぱり不器用というか下手くそというか、いやもうそんなことなんて男は考え、もう仕事のみっていう、そういう日本の社会があるように思うんですね。不器用ですよ。この間あの金曜日に小松光彦君の行っている学校のね、劇に行ってきたんですよ。皆さん行ってくれなかったのでね、あの来年はぜひ卒業公演だから行ってくださいよ。面白かったですね。あのね、魔女のキスっていうそういう劇でね、あの勇気のない男の子がいるんですよ、ね、でその子はある女の子が好きなんだけど、その女の子は違う男の人で、そのかっこいい人が好きなんですけれども、いろんなことを通してその女の子が魔女にこう食べられそうになるんですね。その時にその男の子は勇気を出してですね、なんか早口言葉を言わないといけない、もうストーリーはあんまりよくわからないんですけども、あのそういう早口言葉をすごいでしょ、それをボー言うわけですよ。そしてその彼女を守るっていう、なんかそういうね、すると彼女がまたその人をこう好きな、だ不器用というか、もう本当勇気がなくってね、好きなんだけれども言えないし、自分はダメだダメだってみんなに言われて、そういうふうになっているって、でも命を懸けてそこでこう彼女を守るみたいなね、まあ、そういうストーリーで、とても長い、もう途中こっくりみたいなのもあのなかったわけじゃないんですけども、あの久しぶりにああいう舞台を見させていただいて、そういう、こう不器用な人間のね、男の人のありさまというのを映画とかドラマでもたくさんあると思うんですね。心で思っていても言えない、口にここまで出そうになっても逆のことを言う、まあ、そういうこう男性の心理があるように思うんです。そういうヨセフだったと思いますよ。不器用であっても、でもマリアを誰よりも思うヨセフの思いは神様はご存知でした。だから神様は語るんですね。皆さんと一緒に20節をご一緒にお読みしましょう。20節、はい。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。ね、もう黙ってもう探せようと思って決心したヨセフに、ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。このままね、そういう律法の厳しいユダヤの国で妊娠した、そういう彼女と結婚したら、この行く末どうなるんだろうか、不安がありますよ、心配があります、恐れがありますけれども、神様は御使いを通して、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。その理由として、マリアの胎の子は聖霊に宿った。他の男性との関係なんかないんだよ、神様の技なんだよって、神様はもう介入してくださった。もうそこでもう離縁しようとしたその時に神様が介入されたということです。現実にヨセフとマリアに起こった問題の中に神様が介入されました。私たちも神様を信じているけれども、問題が起こります、困難があります、でももうダメだと思うその前に、神様はちゃんと介入してくださって、恐れなくていい、これからのこといろんな不安があるでしょう、でも大丈夫だからって神様はそう語ってくださるんですね。そして、そう宣言してくださいました。そしてその男の子はどういう意味があるか、21節を説明します。21節ご一緒でお読みしましょう。はい。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。自分の民を罪から救うからである。マリアは男の子を産みますとも決められていました。
そして名前ももう神様がつけておられました、イエス。そしてその意味は、その子は自分の民を罪から救う、まあ、まさに救い主。マリアの産む子供は救い主、全世界の末のも救い主だということを、もう驚くべき内容です。まあ、先週もマリアもそうでしたけどね、もう驚くべき内容に、もうまあヨセフが納得できるような方法、それは神の言葉を示すということでした。マリアの産む子供はちゃんと神様が昔予言しておられた言葉ですよ。身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はイマネルと呼ばれる。これはもう預言者がもう随分何百年も前に預言していた言葉、もうそれの上手ですよということを言うわけです。先週私たちはマリアの話を見ましたよね。マリアにも天使が訪れます。その時にマリアには御言葉を示しませんでしたよね。何を示したか、あなたの親戚のエリザベト、赤ちゃんできなかったけどもう6ヶ月になっていますよって、それを示したわけです。だからマリアはすぐにエリザベトのところに行ったわけですよね。マリアに御言葉を示さなかったんです。まあ、なぜかわからないです。でもヨセフには、ダビデの家系であるヨセフには御言葉、神の言葉を示しました。イエス様が復活された時に、エマオ途上にクレオパともう一人の人が、ね、歩いていた時にイエス様がこう現れますよね。その時に彼らはイエス様をイエス様と認めることができませんでした。その時にイエス様は、見なさい、ほら地図見なさい、私だよ、私がイエスだよって言ったら早かったんじゃないですか、誰か。でも言わなかったんですね。旧約聖書から初めてキリストがどう予言されているかということを一つ一つ御言葉で語った。そして後でイエス様が聖餐式をしている時に消えた時に、ああそうだ、御言葉を語ってくださったよなって、ああ心燃えたよなって、ああイエス様だよなって、そこで、まあ、分かったってありますよね。神様はすぐ言ったら分かるんだけども、そういう、こう目に見えるものじゃなくて、神の言葉を通して神様ご自身の御業を示される。今の時代も私たちは神の御言葉を通して神様は語ってくださいます、一人一人に。だからデボーションはとても大事なんですね。朝御言葉を開いて、神様がその御言葉を通して何を私に示してくださるのか、それをしっかり受け取っていくことはとても大事なことです。そのように神様は旧約の御言葉を示してくださいました。マリアに、ヨセフにとってはマリアの妊娠そのものも驚くべきことですけれども、マリアのその妊娠そのものがもう神の導きであり、神様のご配慮があり、神様のお心、もうすでに何百年も前にも決められていたこと、その選びの器が自分でありマリアであるということでした。それを預言の御言葉で、示してくださったわけです。私たちは神様を信じていても、神様が共におられるということを知っていても、私たちの周りには、また私自身にも問題が起こってきます。苦しみを経験します、痛みを経験します、悲しみます。しかしどのような痛みを経験しようと、苦しみを経験しようと、嫌なことがたくさんあったとしても、やはり神様はいつも共におられるインマヌエルの神様です。それは十字架でのイエス様の身代わりの死に、死を通して神様の愛が注がれていると聖書は記しています。私たちが本当に罪あるもの、神から遠くいるもの、神に背を向けていたもの、神なんて全然考えない、信じない、そんなものいないと考え、そういう私たちに対して、もうすでにイエス様が十字架について血を流し、命を投げ出してくださった、もうそのことによって私たちのもう全ての罪、過去現在未来これから犯すであろう罪のさえも、もうあの十字架で始末した、終わりと宣言してくださった、その神様は私たちと共におられる。私たちが神様を信じ、クリスチャンとして生きるということは失敗のない人生を意味しません。神様を信じたら失敗をしない人生を受けますよ、これは違いますよね。まあ、そういう宗教はないわけでもありません。
この宗教を信じたら全てがうまくいきますっていうことはあるかもしれない。聖書はそう言っていないです。罪を犯さないことを意味しません。神様を信じていてもクリスチャンになっても失敗はあるし、罪を犯すこともあるでしょう。神様が私たちがクリスチャンとしてね、クリスチャンとしてあなたは失敗しないから、あなたは罪を犯さないでいつも清いから助け祝福してくださるのではありません、ね、いつも真面目で罪を犯さないように努力して、そしてだから神様が祝福してくださるんじゃなくって、私たちは相変わらず罪大きいもの、弱いもの、足りないもの、失敗大きいものですけれども、そんなものだけれどもイエス様が十字架について死んでくださった、そのことのゆえに私たちを許してくださる、愛してくださる、問題があろうと助けてくださるお方なんですね。私たちはやっぱり神様が共にいるよって言われても、神様を忘れたり、神様に背を向けて自己中心になったり、神様に頼らないで自分の力で自分の考えで何とかしようとしてつまずいたり倒れたり傷んだり悲しんだりすることがたくさんあります。でもそんなものに対しても見向きもしないで、じゃなくって、もうそんなものだからこそ目を留めて、そんなものだから急いで助けてくださるのが聖書に記されている私たちの信じる神様です。だからもちろん正しく生きようとする、清く生きようとすることはとても大事なことですけれども、 それに一生懸命になるよりもむしろどうしようもない私をそのままで受け入れてくださる神様の恵みに立つ方がいいかなって私はそう思うわけです。ヨセフは正しい人でした。本当に正しい人でした。真面目な人でした。一生懸命の人でした。けれどもその彼の心はやはり自分が思う以上に正しい人だと言われているけれども、自分が思う以上にマリアを憎んだり、マリアを裁いたり、神様につぶやいたことがあったかもしれません。けれども神様はそのヨセフの心の中、そういうぐちゃぐちゃな、もう人を憎んでしまう弱い、そういう正しいと言われながらも、そういうことをこう予想とするようなものであったかもしれない、そういうヨセフの心をご覧になって、問題があるから助けないんじゃなくって、そういうヨセフに現れて、恐れるな、マリアを妻として迎え入れなさい、神の御業なんだよって御言葉を示してくださった。同じように私たちの心も問題があります。汚れがあるでしょう。けれどもそれを見てくださった神様は一刀両断に裁くのではなくて、もう裁きはすでに終わったからあなたを祝福しますというのが聖書の神様です。神様は私たちの心の中を覗いておられます。覗かなくても分かりますけどね。なんか神様が覗いておられますって言ったらなんか隠したくなるようなじゃないでしょうか。もう堂々と見てみろよっていうのは、ないですよね。弱さがあるでしょう。 あんなこと言ったよなって、あんなことしたよなってあるじゃないですか。でも神様は私の心を覗いて、ああ汚い、ああ汚れている、ああ問題だと指摘するお方ではなくって、そういうものをそのまま受け入れて、だからこそイエス・キリストの十字架が必要であった、だからこそ血が流された、だからこそイエス・キリストの肉が裂かれた、そのことのゆえに私たちを全く罪を犯さなかったように、つまり義として見てくださるというのが聖書なんです。ですから私たちが、まあ、罪を犯さないように、ね、清い心を持つようにすることも大事ですけども、そうじゃなくてそういうものをもうキリスト様の十字架を通して義と見てくださるという真理に立って歩くことの方が大切だと私は思うんですね。聖書がそう語っているわけですから、一生懸命そうするように頑張るのが律法主義であり、パリサイ派の生き方、それはつまり人を裁き、人を取り除き、自分を義とする生き方になってしまうわけですよね。私たちはクリスチャンだから心をきれいにするということが目的ではありません。きれいになれませんから、失敗のない人生、問題のない人生を送ることでもありません。失敗も問題も人生にはつきものですから、そのような人生を歩む私たちに、ね、本当に問題もある、課題もあるけど、そういうものにヨセフに語ったように恐れるなって、
恐れることがたくさんありますよ。人生において、将来において、自分の体のことにおいて、どうなるんだろうか、一体どうなんだろうかってあります。でも恐れるなって神様は今日私たちに語っておられます。神様が責任を持っておられるからです。私たちはそのままの私を、そのままで愛し受け入れておられる神様の恵みにこの週も立ってまいりましょう。大丈夫、私はあなたの過去の罪、現在の罪、未来の罪を全てあの十字架で解決した、そう主は私たちに語っておられます。恐れないでイエス様を信じて、イエス様と共にこの週もイエス様に目を留めて歩んでまいりましょう。お願いいたします。天の父なる神様、ヨセフの心、正しい人であったと聖書は語っていますが、その心にはいろんな思いや弱さがあったことでしょう。神様はその心をご覧になりながらも、マリアを愛しヨセフを愛しているお方は恐れるなと語ってくださいました。そしてそれは聖霊による御業、かつて神が預言者を通して預言されていることの成就だとヨセフが分かるように、納得するように、受け入れることができるように導いてくださいました。私たちの信仰生活の中にも恐れがあります。問題が起こります。大変なことが起こってきます。でもそれは神様がそのことを通してさらなる神様の ご臨在と恵みを私たちに分からせてくださるためです。心配しないでいい、私が共にいるから、インマヌエルの神様、共におられるんでしたらどうしてこんなことが起こるんですかということも私たちは経験します。けれども神様はいつも共におられます。守ってくださいます。そのようなお方、私たちの罪を許すために全てを放棄されたお方、全てを投げ出された、命さえ投げ出してくださったお方、その方が共におられる。恐れるな、大丈夫、主はそう語っておられます。今それぞれが抱えている問題も課題も恐れないでいい、私がいるから、私が助けるから、そう主は語っておられますから、語っておられるイエス様を信じて、イエス様に信頼して、イエス様と共にこの週も一人一人が歩ましてくださるようにどうぞ導いてください。そしてその問題や課題の中にもうすでにあなたは介入しておられますから、どうぞ解決と祝福を与えください。弱さの中にある兄弟姉妹たちは思います。今日もいろんな弱さのためにこのところにおいでになれなかった兄弟姉妹たちの上に臨んでくださって、あなたの癒しの御業、助けの御業、祝福の御業が与えられますようにどうぞ導いてください。今日は午後から、聖書の学びがあります。また中高生ユースクリスマスが持たれます佐々木塾の生徒さんもおいでになりますけれども、どうぞ神様が祝福してくださって、イエス様の誕生をみんなで祝うことができるようにメッセージをしてくださる後藤神学生を聖霊に満たして、喜びと感謝で本当に主の福音を語ることができるように守ってください。賛美の上に参るようにも祝福してくださいますように。今週船越兄弟姉妹、竹内姉妹を訪問する予定です。どうぞ神様が望んでくださって、なかなか礼拝においでになれない兄弟姉妹たちですが、恐れるなと、大丈夫と主の御言葉を語ることができますように。また聖餐式もしたいとになっていますが、その聖餐式の上にも祝福がありますようにどうぞ導いてください。これからクリスマスの集会が続いてまいりますが、どうぞ一人でも多くの人と一緒にクリスマスをお祝いすることができる、このチャンスに神様がどんな素晴らしいお方であるのか、神様がどんなにその人を愛しておられるのか、クリスマスを通して私たちが紹介することができますようにどうぞ導き助けてください。クリスマスのチラシもまだたくさん残っていますけれども、皆さんがどうぞ持ち帰ってくださって、そのチラシを通して案内することができますようにどうぞ祝福してください。明日からの創造の働き生活の中に主イエス様がいつも共にいて伝えてくださるように、今日もいろんな事情、弱さ、お仕事、おいでになれない方たちが御言葉で養われ、来週また一緒に礼拝を捧げることができるように、大変今日は寒い日でしたけれども、寒い中、時間と財を捧げて礼拝を守るためにこうして集われた御前にいらっしゃる一人一人の上に特別なる恵みと祝福を神様がお与えくださいますように。今日のこの恵みの時を心から感謝し、尊き主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
立ちいただきまして、新聖歌75番を賛美いたしましょう。続いて感謝の捧げ物をいたします。献金奉仕は小園姉妹、梶原由衣姉妹、安岡姉妹になります。献金はクリスチャンが感謝の印として行うものです。ご用のない方は飛ばしていただいて結構です。
感謝のお祈りを小園姉妹にお願いいたします。愛する天のお父様、アドベント第二手術礼拝に集い礼拝を捧げることができました。感謝いたします。神は我々と共におられる。これほど大きな恵みを約束してくださりありがとうございます。弱い私たちをこのままで愛し許してくださることを覚えてどうぞお守りください。感謝の捧げ物をいたします。どうぞ清めて御用のためにお使いください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。本日は唱詠新聖歌60番を賛美します。その後江上先生に祝祷をいただきます。我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に今も後も限りなくあらんことを。アーメン。アーメン。お座りください。